さんなんです。剣道子なんです。豊洲剣道さんなこなんです。よろしくお願いします。すり足ドーン。いただきました。カメラ撮ってくださってる、佐藤さんが死ぬほど驚いてました。人間にあんな近距離で騒がれたの初めてだった。おそらく、ね、はい、でこの方です。どうぞー。はい、続けての登場ということで、宮川先生でございます。はい、今回は、はい、宮川先生と五段が戦ってもらいます。よろしくお願いします。いや、これはもう対決とかじゃなくても勝ち負け越してね、宮川先生と剣を交えるだけでも幸せなわけですよ。はいはいはい。伝わってないですね。いや、伝わってないです。なんかもうすごい人なんだよね、本当に。はい、どうですか、実際この五段と、ちょっとなんかいろいろ見てた五段と対決するってなって、実際どんな感じですかね。五段はどんな剣道をするとかって何かありますか。そしてまた崩れない。いや、もう今日は宮川先生の勝ちということでね。今日はもう、俺すごい、ずっと緊張してるから。宮川先生がお会いする前からずっと緊張してる。高3の高1だから、はい、一番このビビる世代だから、あの豪剣を見た、育った男なんで、はい、日本で本当に僕、ずっと日本で一番速い名を持ってたんですよ、はいはい。ただ、私は技が何でしたか。長崎屋。技の長崎屋。技のデパートで、技長崎屋でございますので、宮川先生の面にね、いかにこう対応できるかっていうのを、そこもね、見どころですから、ちょっとファンの方にね、見せていきたいと思います。はい、頑張りたいと思います。宮川先生、一言お願いします。はい、技の…あと、長崎に負けないように頑張ります。すごい。それでは参りましょう。宮川先生 VS 五段対決、始め。そんなに後ないですよ。おう！じゃっ！おう！メアリ勝負あり。はい、ありがとうございました。はい、はい、ということで対決は宮川先生の勝利。はい、じゃあ勝てるわけねえじゃん。そうなんです。こんなさ、チャランポランな2人も、うん、僕がね、踏み込みの音から違いますね。違う、うん、実際どうでした。いや、もう構えの言い合いがすごくなかなか強いですけど、いやいや、もう、いや、やらせていただきました。強い人はみんなこういう人なんだ。ありがたいね。もう本当に、まあ、本当に宮田先生の言葉を胸にして、さらに、勝負していきたいと思います。さらに宮田先生にまた勝負読んで、はい、一本でも取れるように、一本でも頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、竹下でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。